こんにちは。こんにちは。世界で働く女性のためのポータルサイト、世界ウーマン事務局の周里子とファウンダーの藤村ローズです。今回はカナダ在住コラムニストの林郁恵さんにお話を伺っていきたいと思います。郁恵さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回のテーマはですね、カナダの運転免許取得までのプロセスなんですけれども、こちらコラムを読んでいて日本と大きく違うなと思ったんですが、郁恵さん、カナダでは教習所に通うってことあんまりなさそうですね。はい、そうなんです。教習所というものはあるんですけども、うん、日本みたいに最初から入って最後まで全部というわけではなくて、だいたい10時間の運転を学ぶレッスンという形ですね。はい、うん、確かにね、日本はもう最初から最後まで至れり尽くせりと言いますかね、フルパッケージですよね。はい、なので、ね、それと比べると今回すごく違うなと思って驚きましたね、はい、じゃあ早速ね、カナダのその運転取得のプロセスの方を見ていきたいと思います。こちらです。はい、カナダ運転免許証取得までのプロセスですね、はい、こちら3段階あるんですね。はい、第1段階が G1、 こちら筆記試験になります。16歳の誕生日から受験が可能になるので、高校生がもう16歳になったその日に受けに行ったりするそうなんですね。ちょっと早いなって感じがしました、こちらですね、まだ車には乗れるようになるんですけれども、制限がありまして、G 免許を持つ同乗者なしでは運転できない。だから G 免許を持つ人と一緒じゃないと乗れないんですね、はい、そうです、はい、それと夜間運転と高速道路の使用が禁止となっています。こちらはあれですよね、その16歳の誕生日に受けに行く子がいるってことは、その前から自分でこう勉強しておくんですか、なんかこの教科書かなんか見て。そうですね、ブックレットみたいなものもありますし、あとオンラインで、模擬試験みたいなのをね、受け練習するということもできるので、はい、あ、なるほど。じゃあそれで受けてパスをしたら、その実際同乗者を入れてですね、運転することができるっていうことなんですよね。そうです。大体準備期間ってどのぐらいが平均なんですか？そうですね、人にもよるんですけども、うちの子の場合は本当にラストミニットで、1ヶ月2ヶ月ぐらい、なんか猛勉強、猛勉強までもいかなかったかもしれないんですけども、はい、あんまり時間かけてませんでした、なのでパスできたのはちょっと不思議な感じもします。いやいや、すごい。でもじゃあ1ヶ月、1、2ヶ月結構真剣にやらなくちゃいけないってことは結構難しいんですね。サインとかやっぱり子どもたち、まあ、ティーネイジャーにとっては普段はね、あまり意識しないものなので、そういうのを覚えたりとか、スピード制限ですとかね、そういうことで、はい。なるほどね。そうですよね。でここで親御さんが一緒に同乗してその教えていくっていう、このここがプロセスですよね。はい、そうです。そうですね。路上練習を実際に始めて12ヶ月、または教習所に通えば9ヶ月で第2段階に進めます。そちらが G2、はい、路上試験を受けて、こちらに合格しますと夜間運転と高速道路の使用禁止が解除。でまた同乗者なしでも運転できるようになるんですね。なるほど、はい、それから12ヶ月経って最終段階の G、 こちらも路上試験ですね、こちらに合格しますとバンや他の大型車を運転することもできるようになり、晴れて一人前のドライバーになれるということなんですね、はい、ちなみに郁恵さん、この G というのは何の G ですか？グッドドライバーの G とかに思いますよね。はいはい。グラジュエイティングシステムということで、段階を踏んで、免許するので、はい、グラジュエイティングから来ている G、はい。そうですね。じゃあやっぱりその最初の筆記試験の、まあ、勉強からすると、その約1人前 の、 運転者になるまではだいたい2年ぐらいあるわけですもんね。じっくりその間に。はい、運転 の、 実践もしていくっていうような感じのイメージですかね。そうですね、はい、はい、じゃあその中でですね、早速コラムを読んでて非常に気になった質問、こちらしていきたいと思います。
補助ブレーキのない車で指導していて事故はないですか？ね、ね、日本だとね、教習所で先生のところにもブレーキがついてるもんですけれども、うん、やっぱりね、うっかり踏み間違えたりとかしないかなってすごく心配なんですけれども、いやいや、大丈夫でしょうか？うん、はい、これ私の一番の心配でもあったんですけども、うん、ですが、実際私の周りで聞いたことないですし、ニュースとかでも、ね、聞いたことないので、うん、そんなにはないと思うんですね。なので、うん、ティーンエイジャーが G2 を取ってから、一人で運転するときに、もしくは G1 で、親にね、内緒で、うん、運転をしたりとかしているときに起こる事故の方がやっぱりよく聞きます。はい、あ、やっぱ子ども同士ですとハメを外したりしてしまうんですよね。はいはい、そうね、やっぱりみんな16歳になったらよっしゃ車ってなるんですか？なります。で、こう行くとか あそこ行くとかもう自分たちでねプラン立ててやっぱり出かけるので、はい、なのでそういう時に、うんうん、一人だとね まだあれかもしれないんですけども、やっぱり友達とかいるとちょっとこう、うんうん、不意になったりね、今日気が散ったりとか、うん、スピードを出しすぎて、うん、あるので、はい、はい、じゃあ続いてね、もうちょっと深掘りした質問、こちら聞いていきたいと思います。同乗して教える中で一番大変だったことは何でしょうか？うん、はい、これはですね、言語化することですね。普段、うん、私たちがもう体で覚えて、運転しているので、うんうん、その自分が取っている、動作ですね、一つ一つをもう言語化してですね、うんうん、伝えなければいけないということで、この運転している最中、うんうん、乗ってる方も緊張しているのでそれをいかに早く、うん、正確に、そのタイミングよく伝えるかっていうのがすごくチャレンジだなって思いました。はい、例えばどんなことですか？うんうん、例えば交差点に差し掛かるときとかですね、その右折とかするときに、はい、もうあらかじめ、うん、交差点に来たらどういう動作を取るかっていうのをまず私の場合は一通り言うんですね。例えばアクセルからブレーキに変えるタイミングですとか、どれぐらいの、ね、強さで踏むかとか、どれぐらいの速度を落とすとか、ハンドルを切るとか、そういうタイミング、普段私たちしてて全然考えないんですけども、うん、それをやっぱり一つ一つ言わないと難しいですね。そこのところ自分も緊張します。はい、じゃあ信号の何十メートル前ぐらいになったらスピード落としてとかでもさ、分かんなくない？最初はそんなに、ね、何メートルって言われてもみたいな感じで。そうですよね、言われて、うん、ね、確かね、日本の教科書には書いてあったんですよね、信号の前20メートルとか30メートルでなんか方向指示器を出してとか、うんうんね、あるんですけど、ね、その距離感も最初はないんですよね。ただ、うん、慣れてしまうともうその辺のをもう目で分かるので、無意識にカチッと出して、はいもうねはい、やってるところを全部言葉で言わなくちゃいけないという、はい、そういう部分が大変だったということなんですね。うん、特に例えば車を追い越すときとか、そういうリスクの高い状況の場合ですね、もうこっちも本当に心臓が飛び出すような思いになります。いやーね、ぶつかったらやっぱり命がかかってますからね。同乗されるね、お父さんとかお母さんたち、やっぱり落ち着きって求められるのかなと思っていて、私まだ初心者って言いますか、私も運転経験すごい少ないんですけれども、うん、なので、いや、もっと分かりやすく言ってとか、もうこっちは必死なんですよ、運転してる方が。とか、つまりどういうこととかってこうなりやすいので、なんかそこは一緒になんか、はい、いやいや、そうじゃないとか言われても、え、じゃあどういうことみたいな。1回あったんですよね、右折するときに、初心者だからスピード感がありすぎるとやっぱり怖いと思うので、そんな持ち男も結構かなり前からスピードを落とすんですね。でもそうするとやっぱりこの、後ろの車がねぶつかってこないかって気になるので、ちょっとスピードを早く落としすぎっていうのを言いたかったんですけど、多分私もやっぱりこう緊張してるので、それを、まあ、うちの場合は英語なんですけど、はい、too fast
to slow down って言いたかったのを too fast で止まって止めちゃったんですね。そしたら次男は too fast って言われたから、さらにスピードを落として私が求めていたのと逆のものを取ってしまって、で後から私が聞いたんですけど、あごめん、そういえば too fast って言ってたからスピードを落としたんだなと、私はもうちょっとスピードを上げてって言いたかったんですよね本当は。なのでそういうこととかもね、ちょっと誤解とかもあるので、連中のコミュニケーションすごく難しいですね。はい、ね、本当にそのお互いですよね。なんか運転する方も教える方も、なんかどちらにとってもなんかこう試練じゃないですけど、こうお互いが頑張ってやっていくっていう、なんかそんなイメージが見えてきましたけれどもね。なんかね、まあ、これを乗り越えれば吊り橋効果で、はい、親子の絆もますます深まりそうな、ね、ドキドキを共有した親子がね、はい、はい、強まりそうです、うん、はい、じゃあ最後にですね、郁恵さんの方で、告知ですとか情報共有があればぜひこの場でお願いいたします。はい、実は私最近ですね、ブログを立ち上げたんですけども、英語のブログで、女性のサポートになればと思うコンテンツを配信しています。そしてそれと、並行してですね、女性コミュニティで、各週でライブ配信の番組を担当させていただいています。各週ですね、木曜日の、日本の時間で、夜11時から30分から1時間ほどの番組になります。はい、はい、郁恵さんありがとうございました。郁恵さんの情報は概要欄にございますので、もしよかったらチェックしてみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。もしこのビデオが良かったらいいねやチャンネル登録もお願いいたします。今回は2021年11月10日公開のカナダの運転免許取得までのプロセス、ティーンエイジャーの運転練習に同乗体験というハラハラコラムについて、そうですね、ハラハラコラムです、はい、お話ししてきました。もしよかったらコラムの方も一緒に合わせて読んでください、概要欄のリンクからお読みいただけます。それでは今回はここまでになります。ありがとうございました。次回もお楽しみに。ありがとうございました。